リトルグリーモンスターのメンバー、セリナさんが、双極性障害と ADHD と診断され、医師の指導により休養し、治療を受けていることが発表された。厚労省によると、双極性障害は、ハイテンションで、活動的な躁状態と、憂鬱で、無気力な鬱状態を繰り返す障害で、ADHD は、発達障害の一つで、注意欠如、多動症とも呼ばれ、どちらか一方が認められる場合もある。セリナさんは、同じ病を抱えている人の力になれればと、強い思いで病名などの公表を決めたということで、公式サイトでコメントを発表している。セリナさんコメント、どんな時でも自分らしくいることが大切なのではないか。隠すことなく恥じることなく。私の姿が、どこかの同じ誰かの1秒でも1日でも救えたら、その思いで発表することを決めました。また皆さんの元に戻れるように、待っていてください。病状は、緩やかにだが、回復傾向にあるそうで、活動再開に向けて、治療を続けているという。私たちのビデオを見てくれてありがとう。あなたがそれを好きなら、私たちのチャンネルを購読してください。